についてお願いします。前髪からトップに関しては潰れやすかったの で基本的に髪の毛結構まっすぐなんですよね。でまっすぐだと髪の毛動かないのでふんわり感も持たせるためにトップ前髪に関してはマジックカーラーでちょっと中太ぐらいの太さで巻いてあげて、で、もともと直毛なのでもみあげとかウルフに残した襟足っていうところが浮きやすいのでそこはシングルピンでしっかり、止めて浮きをまず止めてます。でそこからワックスをつけるんですけどワックスに関してもソフト系のワックスにオイルを混ぜて、スタイリングしてるんですけど内側からしっかりつけて表面になじませて、材のつけすぎっていうのはすごく注意しなきゃいけなくてそれはやっぱりつけすぎると重くなってふんわり感がなくなったりとか特に今日は前髪長め設定だったんで材が乗りすぎると全部その落ちてきちゃって結局目にかかって邪魔になるようなスタイルになっちゃうので前髪は一番最後につけるような形で、全体のバランスに対して前髪を少しずつつけて調節していったっていうのがスタイリングの仕方になります。ワックスとオイルの分量はどれぐらいで混ぜてるんですか？ワックス3に対してオイル1ぐらいの割合本当にオイルは少量で毛質によってもやっぱり全然そのオイルの混ぜ方って変わるんですけどやっぱ癖が強かったり細いとあんまり混ぜすぎるとぺったんこになっちゃったりとかうねりが強く出たりとかもすると思うんでその人の毛質に合わせてどのくらいつけたらいいのかなっていうのは調整が必要かなと思います。今回のスタイルでイメージした女性像とかテーマはありますか？なんかこう可愛らしさと少しかっこよさがやっぱり入っててかつそのやっぱり新しいところっていうか普通のナチュラルなショートよりも少し何かこう彼女のいいところを引き出せるようにっていうのを考えてやってたので、まあ、襟足を残したああいうちょっとこうショートウルフみたいなのはちょっとこうショートの中でも上級者の人がやるようなイメージが僕の中ではあるので、まあ、できるだけそれをトライしやすいようなスタイル提案をしたかったっていうのがあるんでぜひその少しやっぱり襟足残すだけでもおしゃれに見えたりもするのでそのたくさんの人にやっぱりこれを見てもらって、やりたいなって思えるようなスタイルを作れたらいいなと思ったので、まあ、そこを大事にっていうところとちょっとおしゃれなショートウルフっていうところでデザインさせてもらったのでそこがちょっとテーマかなっていうふうに思います。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。